のおっぽ、綺麗な黄金色ですね。どうでしょう、太さはそんなないですけど、本日のタックル、ガマカツの原画2尺抜き650サオは、糸は岩太郎04、針は桑瀬山目ハンスレ65、針結びは抜きに耐える針結び、仕掛けの長さはサオよりマイナス70センチくらいだから、5メートル80仕掛けの長さね、投資仕掛け、これでこれがないと取れませんね。ものすごい大きいですね。原画2尺抜き650、素晴らしい。桑瀬山目ハンスレ6号でね、飲み込まれずに取れましたからね、これも素晴らしい。以上、大岩を釣ったタックル紹介でした。丸坊主です。素晴らしい尾っぽ。ピンチョロですからね。釣り人目線の縁です。あの真ん中の流れから流していったんですね。真ん中の流れからね、緩い。あの辺りですかね、当たったのはね。最初はそんなに大きいとは思わなかったんですけどね。ただ抜けないってことはすぐ分かりました。0.45 投資ですからね。
本当はここはの白丸ダムのもう直下で700メートルくらいの下流なんですね。それで6月30日までは8時半から5時まで観光放水してますから、5時過ぎに30センチくらいの岩穴を30から32、3センチの岩穴を抜こうと思って、ゆっくり来たんですけどもね、こんな大きいのがかかっちゃいました。贅沢な悩みなんですけどもね、あの辺ですね。もうちょっと下流かなと思ったんですけども、もう帰ります。4時10分、釣れたのは3時50分くらいですね。ピンチョロです。ガンダム 3B、重り下50センチくらい、深さ 1.8 メートルくらい、 0.4 号投資ですね。納棺します。予定より早めて、今日は八寸クラスを受け損なってショックでしたが、大きな岩穴釣って大満足です。ビニール袋にも水入れて持ってきたら生きてずっと来ました、もうおっぽが大事なんですね。このおっぽ、綺麗なおっぽだこと。はい、この部屋帰宅しました。まだ生きてます。40センチ近いんですけどね。どうでしょう、39センチでしょうか。いや、こうだからね。39、下顎だと40いきますね、下顎で39.5 くらいですかね。39センチですね、じゃあ重さやりましょうか。ちょっと用意してくれる、お皿ちょっと手持ってて、それで、446、斜めになってますからね。446、39センチの446ですね。ちょっとね、まだ食べ始めた頃だと思うんですよ。少し痩せてますからね。はい、計測終わります。本日は2019年6月4日火曜日10時48分です。玉川の鳩ノ巣渓谷に来てます。今日ですね、ピンチョロを例のところで120匹取ってきました。見えますかね。
ちょっと使い古した、ガンダム1号、重りさ25センチ、深さ 1.5 メートル、ピントロ落ちてますね。25、6センチ、9寸近いですね。これ両方ともキープします。こんな違います。これは今日釣った最初のがこれで、次がこれ、これ受け損なったのね。これ受けで26センチの24センチです。すごい幅ありますね。何センチありますかね。6.5 センチ。まあすごい引きでした。